解析ソフトで室内温度変化を可視化します。寒さが厳しい真冬の夜、暖房を消した後、インプラスなしの場合、窓で冷やされた空気が室内に広がっていき、室内温度がどんどん低下していきます。インプラスありの場合、窓からの冷気がぐっと軽減、部屋の温度低下も抑えられます。比べてみれば、その違いは一目瞭然です。朝、冷え込んだ LDK で暖房をつけたとき、インプラスなしの場合、暖かい空気がなかなか部屋に広がらず、上下温度差が生まれて足元が温まりません。インプラスありの場合、暖かい空気が部屋全体に広がっていき、上下温度差も軽減されて足元まで快適。暖房をつけて1時間でこれだけ差が出ます。健やかな毎日は快適なリビングから。今ある窓にプラスするだけで、あっという間に快適空間。インプラスのその実力をぜひお試しください。